どうせ引くんだけど、多分これも。こっち行きましょう。はい。来い、わい。これはどっち？特別賞これ。どっち？ベンゼマからの？これ Y じゃない？ TOTY だよね、これね。おー、やった。はい、引きました。皆さん、引きました。引きました。はい、もう引いた。なんと、開始。配信開始。何分これ。17分で引きました。はい、企画終了。企画終了したけど。いや、まだやります、まだやります。まだやるんだけど、引いちゃった。いきます。ロナウジーニョ。うわ。これね、両方持ってるんですよ、トレフカ。野心は嬉しかったけど、先週も野心だったんだよな。まあ、ミュラーにして素材にするか、これは。おお、ケイン来た。やった。エリート行った甲斐がありましたね。13万か言うて。8310名さ。え、これはこれ特別賞？特別賞だ。確かにあの文字白かった。今 LB の文字白かった。俺がカルモナさんです。ライトニングが一番当たるって言われてます。ライトニングってどれだっけ。もう引いちゃったっけ俺。あ、これ、あ、ほんとだ。1500円のやつね。ほんとに。じゃあちょっと引いてみよっかな。2回ぐらい引けば出る。あ、ほんとだ、なんか光ったよ。あ、これ特別賞だ。トレント高いんじゃないの。特別賞2枚抜きこれ。おお、うん、特別賞の安売り始まったかと思ったよ。トレントいくらよ。これ誰でんだっけ。ああ、ウィンターバレードカードも出んのか。お願いします。来い、 Y。 お、これは特別賞だ。からの、おお、ベルナード・シーバー。久しぶりに見た。8420行こう。行きます。来い。黒か。黒はいいよ。かぶるなよ、かぶるなよ、かぶるなよ、かぶるな、かぶるな。誰、ジョタは持ってたんじゃないかな。全然ない、確かに。ウルトラアイスブレイクアンコールパック行っていきたいと思います。よろしくお願いします。ああ、これは Y じゃない確定ね。もうベロ持ってるな。あ、こっちどっちのリバウド？強リバウド。これ91ってどっちのリバウド？強リバウド、リバウド。おい、ふざけんなよ。なんでアイコン2枚かぶっとんねん。44の方かなこれ。あ、44の方だ。やった。これは悪くないよね。このリバウドは全然悪くないと思うけど。使わんな、この時期に。使わないね。高い方のリバウドですよね。逆足が4になってる強ウドなんだけど、引かない方がいいよマジで。このパック82万するって、でもすごくない？82万するよ。じゃあ使います。
はい、以上がパック開封のダイジェスト動画になりました。今回僕は TOTY でデブライネ、オーバードルフ、ブライト、アープスを2回、そして Y アイコンでチェフ、ゾラ、シャビ、特別賞でケイン、ベルナード・シューバー、エデルソン、アーノルド、オルガ・カルモナを引くことができました。特別賞も数えきれないほど被ったんで、エデルソンなんかは何回引いたんだろうな、10回ぐらい引いたんじゃないかなってぐらい引きましたね。ケインも5、6回引いてるし、アーノルドも同じぐらい引いてるかなといった感じで、割と引き運は今回良かったんじゃないかなと個人的には思いますね。今回は初めてディフェンダー、ゴールキーパー以外で TOTY を引くことができましたので、デブライネはこれからも楽しく使っていこうかなと思います。ということで、僕の FC24TOTY の動画はこれで締めたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。では。